これ知ってますか、知ってるよね、家族でテニスやったことないよな、ないよな、もう息子来てるえサマーズチャンネルサマーズチャンネル、おいね、始まりました、やりますよ、今回もね楽しみなのよ、サマちゃん、あの見てる人の反応が、あそうですか、やっぱりなんかこうね、結構返ってくるから、見てくれてんだなっていうね、そうですね、ただこうあなんか例えば、俺が主役の回伸びねえなとかそういうのも気になったり落ち込んだり落ち込んだり、まあ企画がなとか言いながら、あの顔に針刺してうるせえ全然伸びねえんだ誰も見ねえんだそういうの含め、面白い、わかるわかります、それ毎回毎回それいいんですよ、それを気にしたらね、で今日は、視聴者の方から、やっぱりお二人のトークがもっと聞きたいと、いろいろあのコメントも来てまして、あのお二人がトークできるような、そのネタをちょっと用意しましたんで、これ知ってますか、知ってるよね、言ってもね、敏感にアンテナを張って暮らしてますから、これじゃめくっていけば一枚ずつめくっていただければ、ドライブスルーお化け屋敷があるって知ってますか、知らないマジでドライブスルーって危ねえじゃん、ご飯しかイメージないよ、ね、車でお化け屋敷に入ってくってことでしょ、そうです、3密を回避するために開発されたお化け屋敷で、あ最近ね、で車の中という閉鎖的な空間で恐怖の空間を提供しますよ、あ止まってんだ、運転しないんだ、だから多分ちょっと行ってそこで待ってたら何かあるみたいな、バンバンバンとか、一番怖いやつだよ、でも車叩かれたくないから叩きゃないのかな、一応窓ガンガンは覚悟してくださいみたいなことなのかな、あの車に着いた血はお化けが拭き取ってくれますって書いてある、つくんかいまずつくのかってことだよね、でも怖い、フロントガラスにピシャッとかやられたら超怖い、いやこれ怖いね、いやでもこれはね3密を避けると言いながら、カップルの、しがみついたりのあれでしょうよ、確かにね、あえて後日あるの、あえて後部座席行ったりねもっとちょっと怖いから後ろに行こう、この辺のセッティングが邪魔だからこれ、でもミニスカートの太ももくっつけていいから、短パンの俺だけどそれやめな、やめなさい、ダメなんでしょそれそういうの言っちゃダメなのね、もうなんかタイミングがあったら、こういうところ行かないです、これは行ってみましょう、行かない、行かない、これはダメよ、こんなもん絶対行かないね、大竹と飯田さんでチャレンジするんだやめなさいよ、あいいですねいいですねじゃないんだね、ね、じゃあ2つ目いきましょうか、トイレの金具ってなんでこんな形になったか知ってます、何が、トイレの、あのコートかけるやつとか、そうです、あの男性だと、あの台の方に入ると かけるところ、ね、あるあるある、がこういう形になってるじゃないですか、なってる、確かに上1個ありゃ済む話だよね、本当言うと、下にもこう、これが不思議ってこと、そうです、なんでこう2つ出てる、2つかけたいから、すごいね、で下にコートと下にカバーね、なんじゃないの、でも上に2個もかけられる、かけられる、かけようと思えば、いや、あとこの脱いだズボンのこのフックないさ、この背中部分だけかけるとやんじゃん、ビローンってズボンかけるとズボンかけない、いや、かけるとズボンかける、昔はねどういう仕方してる、ズボンを丸々脱いでズボンをかける、昔はね、昔マジで、いやいや、ほら下が洋式の上に座ってたから、俺うんこ座りしてたから、はいはい、洋式の上にってこうしてたんですよ、はい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 、聞いたことある、聞いたことある、まあ、たまにいますよね、そういう人、これじゃないと無理だ、和式じゃないと無理だったよ、もともと洋式が出だした頃ね、おしっこどうしてる、何が、押し込んでシューッとして押し込んで、でそれの時にで、だから距離があるから、そのお釣りがすごいんですよ、バチャンバチョンって言ったね、汚いんだよ、でお釣り覚悟で、それの時にズボンこのたまりが痛くて、ああジーパンとか、
全部脱いでた時ある。これあもう正解言って。あ、答えある。答えあります。うん、まあ諸説あると思うんですけど、うん、昭和の後期に、うん、これつけ、あの荷物を置いてこうしてると、うんうん、それを盗まれる事件が多発したらしくって、うんうんうん、盗まれにくくするために一個上に棒をつけてるって、うん、防犯のためにやったってこと。そういう手が届かないように。ああ、上からね。そうだね。上が空いてるから。うんうんうん、だ俺紙袋そっちかけてるから、うん、ズボンだけ持ってかれて出にくいね。ズボン持ってかれちゃった。犯人もズボン掴んだ時点でいらないよ、外れだっつって捨てるよ。ただもう手が出てきた時点で俺心臓マイク死んじゃうよ。あはーって。酒井さんが、酒井正明さんがツイッター始めてツイッターって言ってるって知ってました。いや俺は知ってる、俺は知ってる。あ、そう。ツイッターはね、詳しいですもんね。やっぱ回ってくんのよ、リツイートで。あー、なるほど。すごい珍しいから、酒井さん。ツイッターって書いてあった。いいですね、いいです。やっぱこう、なんだろうな、そこまでも、え、ツイッターってスペルどうやって書くのとかもう聞いたらダメだよ。そうね、うん、感覚でやってほしい。いい、いい、うん、これをこうやったっていう時点で、あ、本人がちゃんと打ってんだって分かる。確かに。あれ、本人が打ってないんじゃないかなって思っちゃうやつもあるじゃん、ベテランだと。はい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 、いいですね、うん、いい夫婦の日、川柳があるの知っていますか。まあありそうだね、こういうのは。あ、でも微笑ましい川柳ってこと。そうです。あの、いわゆるサラリーマン川柳みたいなことなんですけど、うんうん、川柳っていうとね、広いからね、何でもありだから。ああ、でもいい夫婦大賞がありがとうごめんなさいのいい夫婦。どういう意味。まあ、だし夫婦と言いながらありがとうとごめんなさいは言った方がいいよみたいなことですかね、これ。まあ多分そういう、うん、なかなか言わないですもんね、これ、うんうん、だからそういう笑いってことではないっていうことだね。台所絶対立ち入り禁止だよとかじゃない、ね、じゃないんだよね。でも仲良くやってますよってことですよね、うんうん、あとは。あとは俺はないよ、何にも。何にもなくはないですよね。いや、何にもないです、そんな川柳は。ない、何にもなくはないですよって。何にもないですよ、ね、この間子供の送り迎えでなんかイライラしてなかったっけ。してないんです。時間ないんだから俺が急いで泣きながらもうマンション帰って行ったんだよって言ってませんよ。言ってないです。何にも言ってないですよ、私は。はい、だからないです、こんな川柳は。あ、本当に、大谷さん本当はいい夫婦だもんね。いい家族というか、いい夫婦、うん、ね、そうよく毎年なんかいい夫婦のなんか、あの、あれあるじゃないですか、選ばれる、ね、そろそろ大竹さん夫婦も。いやいや、いいです、いいです。本当本当にいい夫婦。あれだって2人で出なきゃいけないじゃん。そうです。あれ、NG です。リアルにノミネートされた場合どうされるんですか、うんうん、そうだよ。何なんかそういったことがなんか微笑ましいっつってノミネートされちゃってどうするの。聞いてないです。聞いてない聞いてない来てないです、俺のとこっていう。でも世間的にはもうやっぱ大竹さん、あれやっぱ良いんじゃないか、あれは。あれ何、そう勝手に選ばれるの。多分そうだと思う、うん。俺はベストジーニスト賞選ばれたのね、はいはい、ちょっと前、うんうんうん、あれも急に選ばれたじゃん。確かに。大手さんだからメガネドレッサーといい夫婦狙い、うん、メガネなんか一切言われたことないからね。あ、本当ですか。メガネの特集とかメガネの雑誌とかあるじゃない、メガネ本みたいな、うんうん、一切ない。俺多分メガネかけてると思われてないから。いや、思ってる。思ってる。元祖ぐらいの感じですよ。ないんですよ、メガネ絡みは。うん、この間も一回そのちょっともう傷入ってるから、はい、もう新しいのしなきゃいけないなと思って、うんうん、帰って三村さんの前に登場したらいじられてもう二度としないですよ、やっぱり。はい、いじってないけどね。どういうメガネだったんですか。元西武の森監督になったんだって。別にそこ目指してないから。元西武の森監督は憧れてるのって聞いた。だからそこ強くもね、違うわとも言えないし。どういう、確かに似てるなっていう。どういう、いや、もう別に変わんない、これに似たら。ちょっと縁が黒持ってないの今。持ってるよ。じゃあちょっと今持ってきて登場だけ。いやいや、そんなハードル上げた方がいいよ。そんな悪くないから、はいはい、だから元西武の森監督を名称ね、思っといて。もう強すぎちゃって、うん、
で頭良くてね、うんうん、もう監督としては素晴らしい。ただ俺森監督ちょっと一回見せてもらっていいですか。ちょっと待ってよ、はい、一応持ってるんですね。だからしなくなったっていう割には割とお金かけてるから一回しかかけないでほっとくっていうのも本当は嫌なんじゃない。だからこの YouTube きっかけでもう一回かけ、おお、ほら全然ほらハードル上がっちゃったから。そうでしょ。今もう一回見たら全然そんな感じないの。森監督ってこんな感じでしたっけ。いや絶対違うんだって。森監督ちょっとあのティアドロップみたいな感じなの、うん、本当は、うん、黒縁の時はそれだったよね、うん、本当。いやでも俺も言われて納得しちゃったから。でもこれも悪くないと思うんですけど、うん、もうそうたまにそれ失礼に、うんうん、悪くないはずなんだよね、うん、いろんなのかけてくる。そしてメガネドレッサーに選ばれてくる。今後視聴者からもこういうの、うん、サマーさんこういうの知ってますか、うん、っていうのをちょっと募集しようと思っていて。いやいや助かりますこれ、うんね、お二人がじゃあ知らなそうなことをそうそうそうちょっと募集しましょうか。意外にびっくりするものは知らないからね。そうね、三村さん知らないからね本当に。そうだあれも知らないですよね、 V 字のバサバサもね。 V 字でなんか絨毯みたいな中に入ってて傘こう入れてバサバサってやると雨水取ってくれるっていうか。ほら、びっくりした顔してる、知らないんだよ。どこにあんの。ほらなんか各会社、いやいや駅とか、まあそれこそデパートとか、うん、知らない知らない。住宅でもマンションとかでも見たことないでしょ一回も。どこでやったのお前は。どこでもやってるよ。そんなどこでも行かねえだろ。いやいやあるよねどこでも。大竹さんは結構最近家族でテニス行くぐらいですから。ああ、家族でテニス行くんだ。家族でテニス行くってすごいな結構何家族でテニスってアクティブですよ。いやもうアクティブだし高貴なスポーツ家族でテニスって俺の中ではもう高貴なイメージしかない。いやいや俺だってそうですよ。それはもう行きますかって小木が浮かんできちゃうやっさり矢作だけどね。でもなんかでもなんかそれぐらい、いやいやでも行くよねって言われたらセレブな家族だなっていう。いやいや、たまたまね、たまたまここで確認することじゃないですけど、あの奥さんの、うん、なんかコラムで写真や、うん、そのテニス中の写真があったんですけど、うん、俺写ってんの。いや奥にちっちゃく男の人が写ってるんですけど、うん、あのなんかベンチでこうやってうなだれてる。そうですよね。あの多分奥に座ってる人違いますよね。おじいちゃんまあ俺じゃない、俺じゃないわ。まあどれ、どっかの、あの子供、手前にいる子供は誰。次男ですね。次男、じゃあ大きくなったね、うん、うなだれじいさんはお手さんじゃないで、ね、これねうなだれでもいいねなんか奥に一人疲れて座って、あとうなだれてる時間なんかもらえるわけねえじゃん何言ってんの、何うなだれてんだよあ、これは中村さんだね。ってことはこの写真を撮ったのは大竹さんなんだよ。俺じゃないです。あ、違うの。写真撮ってないですか。あ、じゃあ雑誌社の人とかかな。いやいやいや、何かこうお兄ちゃんとか一緒に来てた家族とか。え、通家族で。いや、そういう時もあるし。テニスやんの。我が家だけの時も一回ありましたけど、結構な、うちではありえない。いや、2、3回、2回ぐらい、2回ぐらい。夏ね。家族でテニスって。夏。もうほら、夏って季節関係ない。外出られないから、外出られない。家族でテニスはない。やめたって、俺だって信じられない、この。家族でテニスやったことないよな。ないよ、ないよ、別に。なあ、もう息子来てる。えあれ、本当はマジでいつよ。本当に家族でテニスやったことないよな。ほら、うん、お父さんもうね膝がぐにゃぐにゃだからもう何にもできないんだよ。厨房 NG だから、ぬるぬるの厨房ロケ NG だまあ確かに。あと急に雪国 NG だやってんだよ YouTube、うん、見よう。食べる家族でザリガニ見たよなお父さんあんなザリガニ触れないって思わなかったでしょねえ、あんまりザリガニを触るシチュエーション行ってないからな、うんうん、俺も知らなかったもん、あんな怖がってるって。俺もあんな怖がると思わなかった。そうだな、
だ俺が全部やってたのいろんなことが、うん、そうですよ ね、うん、結果ザリガニ触れる触れる嘘あそっか近くに川あんもんなうちのでザリガニ取りやってるあお父さんね、やってごらん嘘ってほらお姉みたいになってるもう息子も高校生になったら息子の前でお姉みたいにもなれる嘘出てんの自然に大きくなったなお父さんにでかくなったんだろうねすごいですねあすごいですよもう、うん、ね生まれる前から知ってるわけだからまあそうだよじゃあ最後まで見てっていただいて、うんねうんうんなんか参加できるやつあったら参加してな、うん、マスクしてたらお母さんだなあれあそう、うん、でも三村さんにも似てますよねやっぱそうちょっと好奇心に身長の感じもうでかくなったから大谷さんより大丈夫大谷さんと同じぐらいかな大丈夫なんですかその制服着てるけどあ制服着てたらダメかそれだけ上だけ脱いだら分かんないかその黒マスクはしときゃ大丈夫してる、うんうん、あでも思ったより大きいですね大きいもうだって俺より大きくなっちゃった俺よりでっかいかな大竹さんぐらいで何センチ、うん、大竹さんちょっと背測るときちょっとやっぱこうするじゃないですか、うん、死ねえっつさっきそういうボケだよだからやつが170点いくつだから、うん、大竹さん169だとしたら違う俺もう機械のピューンで測ってるギュートンっていうやつで170点いくつって出てるからどっちが俺大竹169節まだあんの俺が165だとしたらいや4センチしか違う4だから164あれでもそれって毎年なんか測ってないですかあのいやでも違うあの人間ドックで測るときは、はい、木の古いやつでやってるから大竹さん少し背伸びしてんの見たり俺してねえよその時ちょっと息吸ったりしてそうスルッていやだってしてないけどだとしたら何なんだよ何がてめえの身長偽ってることってなんで怒られるのか分かんないんだよ169より170とかだっていいじゃんいやだってそうだから実際俺は実際自分で知りたいからね手術する時とかそうや記載されるわけだだから正確なのを知りたい俺が知りたいんだじゃあ正確なのを知る会もやろうよ正確な大竹さんの身長いいんだな足のサイズと身長やっていいんだないや俺はだってもう165もう166って言ったけど、うん、やめたもん165でいいや4だからあ来た来たおおいいね L あ似合うじゃん M ちょっとお父さんとさまあ靴は同じぐらいかこれなこのローハーとこのうわでけえなーなあとなんかパーツ感が違うだろそうだねなんかやっぱいいもんグンとしてないもんやっぱりスラッとしてねあもう息子さんの方が背大きい、ね、じゃあ大竹と比べてそれは俺の方がでかいよ完全にいや大竹さん大竹さんちょっと背いやいやほらほら大竹さん靴脱い2人とも靴脱いであ靴脱いだら大丈夫か靴脱いだらやばいよ本気の顎引いて大竹さんちょっと高い同じぐらいじゃん同じじゃないですかね同じじゃん本当にあ大竹さんと同じになったよパパにあのパパっていうか恥ずかしいな何センチちょうど170か分かんないちょうど170ぐらい同じぐらいだで170、ね、170点いくつだよなそうだ170点いくつそうよかった同じになっちゃったじゃあ一旦これそれもらって帰っちゃうもらって大丈夫お父さん買ってるから、うん、あの L が良かったら後で買えてもらえるうんうんもらってくれるから悪いからということでね最終的にはね親バカの会になりパパがねってもらって言っちゃってるからねびっくりしました今後ろ振り返ったらいたから俺びっくりした分かんなかったわいやいつか見学したいななんて言ってたら、うん、まさか今来るとは思わなかったなるほどなるほどね高校生だからもう自由なのよそうか動きがあそれじゃないですよほんと DVD なんです、うん、発売するんですよいつで10月の21だよさすがですよ過去の DVD なら、うん、ここで流してもいいああなるほどサマーズライブ5あなたの右腕で痛いどうぞ